はい皆さんどうも MT MT チャンネルのです今日は早稲田の「逆関数パズル」というタイトルをつけましたけどこんな過去も見ていきたいと思います。fxx プラス2という直線ですねこれが逆関数を持つ、えっときにこれはまあ仮定ですね逆関数を持ち3回通すとインバースになるというもの。 を求めてくださいという問題ででなのちちゃちゃとと解いていいてきましょうねというねわけで僕のチャンネルではこういう過去問とか数学解説をしているのでぜひとも皆さんチャンネル登録お願いします毎日投稿するのでぜひとも楽しんでいきましょうというわけでいきましょう客観数を持つという条件からこれがまず必要条件ですね客観数を持つための必要条件でえっとこれインバースいちいち求めるのも方臭いので F の3乗イコール F インバースと思うと、えっと、F の4乗、まあ、X 書いときましょうか が x になるということですねで、これが f の4乗を計算しておかなくてはいけませんまあ、この f の2乗あたりをまず計算しておくとえっと a の ax プラス2この x のとこにこれを代入するというわけで、a、2乗 x プラス2 a プラス2、まあ、直線の逆関数なので曲線直線が出てくるわけですねで、3乗がまたえっとこれを入れてプラスにすればいいので a 3乗 x プラス 2a2 乗プラス 2a プラス2まあ生成方法なんとなく分かってきましたかねでえっ、ー、とまた同じように a 倍の1ってしちゃってプラス2なので a のえっ、ー、と4乗 x プラス 2a3 乗プラス 2a 2乗プラス 2a プラス2って感じですねもんもん出てくるわけですですから a4 乗 x プラス 2a3 乗プラス 2a2 乗プラス 2a プラス2というのが2の x に対して成り立つわけですねなので a の4乗イコール1 2a3 乗プラス 2a2 乗プラス 2a プ,プラス2イコール0という式が従いましてこれを解けば a が出てくるわけですでまず2が全部いらないですねでこちらなんですけどこれ一部分的に含まれてしまうんですけどまずこちら解いてみましょうか n の4乗マイナス1イコール0なんでこれ n 2乗マイナス1プラスマイナスでワト差の積ですねこれ実数なんで えっと、こちらはまず正の値なんで消せます。そうすると a がプラスマイナス1というふうにもうこちらを簡単に解けてしまいますね、まあ。複素数の範囲ではプラスマイナス1、プラスマイナス i というふうに出てくるわけですけど実数の範囲ではこちらだけという感じです。ここちらこれを満たすような、えっと A というのはプラスマイナス1どちらかのうちでは、これもマイナス1の方しかないですねで。マイナス1、プラス1、マイナス1、プラス1で0になるのでいいし、1だとえっと全部1になるわけで、これはダメだというわけで、最終的な答えとしては A イコールマイナス1。これだけですね。はい、いかがだったでしょうか。この動画が面白かったと思う方は、ぜひともチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。では次の動画もご覧ください。さよなら。